はいどうも、ショイ TV です。そしてこんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボーナー、ボーナー、タオです。イワシマルです。エレシャンスカサです。はい、お願いします。よーよー、わざわざ今まで来てもらってありがとうございます。はい、本日はですね、ロッティやりましょう。イエーイ。で、今回使うバットはこちら SSK の MM18。 はい、そして、はい、こちらブラックキャノングレイト。おー、こちら打ち比べしていきます。使ったことないですよ、僕。全然使ったことあります？ないです。ないですか？はい、 MM18 にベーチャーで打ちました。打ちました。結構良かったですよ。良かったですか？いいです。なるほど、こっち売れたんです、はい、こっちはカーボンですね。はい、カーボン。よくできました。どれぐらい飛ぶんかと、はい、ちょっとこうグランドがね、90、90の110なんで、はい、でも超える恐れがめっちゃあります。ナイスナイス。ナイス。そんな止まんないんだよ。いや、これ超えるんだったらもうプロ野球の球場貸しかないで、ね、で今回代表して僕とマサ君とコウセイ君、その右バッター強打者っぽい課題したこの3人がこれを打っていきたいと思います、はい、それではやっていきましょう、はい、ゴー。さあ、それでは行きましょう。まずは MM18、 やっぱ長いっすね。長い なんかもうノックバットで打ってるような。しならせて、たかだか 1.5 センチの長さなんで。まあセンター方向にちょっと打ってみてもらって。はい、1、2、いった1、2、いった。あ、ちょっと待って、あれ待って、おーい、一発目でーす。1球目。はい、みんな MM18 を買いましょう。あーああ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 あ、上がりすぎた。高いね。長いよ。1、2、3、ダーッ。ダーッ。はい、いや、ちょっと詰まってはないけども、惜しい。振りやすいですね、長い分。ノックバットの感じがあって、あんまり重め。でも試合だとちょっと重いのかな。重い、多分。1、2、お、いやーちょっと、いやいや、いけ。ナイス。まあでもこれ大きい人は特にいいと思います、うん、いいと思う。僕ちょっと力が足りないかも。なるほど。でもすごい振り抜きやすいです。振り抜きやすい。あと打感が残らないんで僕は大好き。ああ、ビヨンド系。打感残んないウレタンが好きなんで、あ、これ全然残んないんで、すごいです。じゃあ、ブラックキャノンいきますね。84センチ720。 OK。 1、2、 いいよね、いったね、これいった。残念。転職は転職ぐらい。よし、1、2。あー、すごい。いい打球。単純にシンプルにいい打球。いい打球。はい、1、2。あーあああああ、あれもう多分疲れが、疲れた。もう2本ぐらい取ってっから。はい、いいじゃないですか。してくれ。伸びる。あー、取られた。打感はどうすか。打感重いですね、やっぱり。重い。弾くんですけど、ウレタンと比べるとやっぱ手に残るんで。残る。なるほど。これいったか。いったか、これ。いったか。いや、ナイスキャッチするな。めちゃめちゃ取られてんな。さっきから取ってるよ。いきます。1、2。いやー、これ取ってない。これはいけ。もう一回いきますか。バット。1、2。おっと。いやー、そう。やっぱ飛距離でいうと多少落ちますかね、こっちの方が。なるほど、うん、だけど弾きたい人、うん、こっちっす。なるほど。打感の問題じゃないですか、やっぱ。もうもはやここまで来ると。そうだね、うん、じゃあチェンジで。はい、ありがとうございました。さあ、やってまいりました。コウセイ君、ストリートリー初出演ということでありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。それでは MM18 から。はい、 MM18 の 85.5 センチ、長めになってます。
ちなみにさっきはね、まさくんがね、1球目でもう超えましたんで、いやプレッシャーありますよ。何でそこと言うんですか。プレッシャーありますからね。やば、やばすぎでしょ。いきまーす。空ぶったろ。あー先、やっぱでもちょっと80だから重たい、ね、重たいっすか。確かにそうだね。1、2、どうっすか。1、2、軽く飛ばしたいな。痛いのか。あー飛びました。いや、まず軽くしか打ってない、この人は。のブラックキャノン、はい、カーボン系あんま使わないですよ、普段。マジっすか。はい、84cm720、はい、重さと長さはすごくちょうどいい感じ。いい感じですか。いただきます。よし、あ、なるほど、なるほど。インコース気味。あ、で、1、2、やばい。あ、すごいこれ。あ当たりはいい。いや、せーっと飛んでくる。おー、いけるー。1、2、どうだー。頼むー、行ってくれー。よいしょー。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、どうでした。いや、意外と今までカーボンってちょっとなんか好き嫌いして使ってこなかったんですけど、はいはい、全然飛ぶし振りやすさあるし、なんかやっぱウレタンで乗っかる感じあるじゃないですか。それがないんで、いや、みんなと同じこと言ってるんで。ありがとうございました。ありがとうございました。さえてまいりました。さあ 85.5cm、 ちょっと重いな。いやいやいや、何言ってんすか。ちょっと重い感じする。めっちゃ短く見えますけど。いや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 さあ行きます。スマイルズだもんな。そうっすね、まあこの辺かな。はい、よっしゃ。あ、あれ、あれ、うわー、もうちょい首を作ったな。あ、ちょっと待って、あ、あれ、なんだ、あれ、ちょっといいよ。あーってやってくる。あーってやった。ちょっと体勢崩さない。体勢崩さないわ。持ってきました。いきます。来たんじゃないの。飛ばない、え、もう一つ。マジ今の打感ならさっきのなら飛んでた。あーでもやっぱ気持ち遠めの方が遠めの方がいい。あー、ごめん。あ、来た。そうだな、来たー。最初の弾道が、やばっ。え、どこ、どこ木の上の方が当たる。見失った、見失っちゃった。はい、ブラックキャノンいきます。ブラックキャノングレイト 84cm720g。 これまだマサ君もコウセイ君も超えてないんで。あ、超えたっけ。僕は1本、1本超えた。マサ君超えてなくて、コウセイ君1本。僕はなんとか、僕は2本落ちます。あうおー、届いた、届いた。マジか、あかんあかんあかん、マジか。よーし、あっ、うわー、うわー、笑ったけど伸びる。うおー、この体勢で全直ですか。全然全然払った方がさっきから飛んでるような気もしますけどね。あ、今ちょっとダメだ。伸びないね。はい、というわけでどうですか、福士さん。よっしゃ、どうですか。やっぱウレタン飛びますね。飛びますね、はい、うん、ちょっとこれ僕には合わなかった感じ。嘘やな、正直。ちょっとね、
そう、ちょっと長かったかな、まあ、長さはね、違うんだよね、どっちも。そう、そう、ちょっと振りにくさがあった。84だったら合うかもしれないですね。そう、これ 85.5 なんで、はい、1.5 ぐらいちょっと長めなんで、うん、はい、ちょっとウレタン部分もね、なんかあんまりしっくりこなかった僕は。まあウレタンにもいろいろ種類がある、ね、うん、そう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 、そう、でも一応いい当たりした時はまあ飛んだかな。そうで、こっちはどうする？まあカーボンですね。カーボン、カーボンですね、まあ、うん、カーボンで超えると思わなかったんで。本当ですよね、確かに。マッチしまして、ウレタンでよかったです。すごいです。はい、というわけで今回こちら打ちましたんで、お疲れした。はい、今回コラボしてくれましたボナルチャンネルさんと昴生くん、そして岩島さん、はい、そしてペイちゃんとかさんのリンクはですね、概要欄に貼ってきますんで、チェックの方よろしくお願いします。というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ゴールでした。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたこれ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、何仕様です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious light up.